新疆省。新疆省は、新末から中華人民共和国初期にかけて、現在の新疆ウイグル自治区に設置された行政区画である。新大には、現在の新疆ウイグル自治区のアルタイ地区を除く区域を管轄し、民国時代もそれが踏襲されたが、1919年、民国8年6月にアルタイ地区が編入された。1933年、 民国二十二年にはモンゴル、人民共和国軍によりぬのしかね等が占拠されている。新朝支配下の新京は、かつて在地有力者を通した間接支配であったが、1860から70年代に起きた薬部部区の乱の結果、1884年に中国内地と同様の省政が敷かれ、新京省が設置された。新外革命後は、 中華民国の地方行政区分として位置づけられたが、ソビエト連邦の強い影響のもと、漢民族の官僚による独裁的な体制が維持され、事実上の独立状態となっていた。国境内戦終結後、1949年に中華人民共和国政府の支配下に入り、1955年に新疆をウイグル自治区に改組された。拳留帝の巡あ征服により、 旧ジュンガル領のタリム盆地、イリ盆地は、新朝の支配下に入り、イチェ・ジェチェン、アイス・ジャソン、新疆、新たな征服地の意と呼ばれるようになった。新朝政府は、天山ンン山脈北部に、イリ将軍府を設置し、基準による軍政を敷いた。その一方、ムスリム社会の末端行政には、在地の有力者に感触を与え、自治を行わせる、ベグ官理制が敷かれ。 在地の社会構造がそのまま温存された。1865年から1870年にかけて高官土半国の将軍役ブベクが新疆の主要都市を攻略すると新朝政府は1875年に金佐大臣の佐相党を派遣し役ブベクの勢力を駆逐。新疆は再び新教の支配下に入った。ロシア国境の防衛を重視する。 佐藤党ら、細胞派は、国境地帯に対する中央政府の統制を強めるため、新疆に対する従来の間接統治を廃止し、中国内地と同様の行政制度を導入することを主張した。これを受けて、新朝政府は、1884年に、新疆省の設置を行った、新疆だでしょう。新疆省の管画は、敵化。 現在のウルムチに置かれ、小政府の要因には、準部以下、下挙官僚が配置された。ベグ官人制も廃止され、内地と同様の区、府、州、県といった地方行政制度が導入された。神戸大学教授の大川、は、この新教省の設置について、民族自治の権利が剥奪され、ウイグル人は官民族出身者による直接支配下に入ったとしている。また、 王家によれば、新京省省庁は1940年代半ばまで、当地の軍最高指揮官、ただし上を兼任し、いずれも漢民族出身者が就任した。また、新京省政府役人は当地を、党言語になぞらえ、指導者の交代も省政府内部の暗殺や、クーデターによるもので、この種の政権の交代劇においても、ウイグル人は、何の役割も果たせなかったという。しかし、 入植した漢人人口が当時3000人程度であった新疆南部では、省政府の人事権が及ぶのは県レベルまでであり、県レベル以下の行政運営はウイグル人に任せられた。1911年の侵害革命の勃発により、準部、伊リ将軍、三三大臣といった新朝の政治機構は廃止され、漢人の延滞家が新疆都督に任命されたが、 イリノの圧力に恐れをなし、政治経験と軍事力を持つ洋蔵神が新たに省庁として実権を握った。省庁の下には、四町一所、民政庁、財政庁、教育庁、建設庁、外交所と呼ばれた行政機関が設置され、主として官人官僚がそのポストを占めた。洋蔵神は、軍の最高司令官である変貌、ただし弁を兼任し、 洋造神の暗殺後に、神教の実権を握った、金樹人も、小政府と軍のポストを兼任し、神教を独裁的に統治した。1933年に、クーデターで、金樹人が失脚すると、森世彩が変貌、ただ主弁として、実権を握った。初期の生世再政権では、小政府の養殖には、ソ連の支援を受けたムスリム住民の有力者が任命され、 政府の各部門にはソ連により派遣された要員が顧問として配置された。森世彩は1937年にソ連要員を追放して中国共産党に接近したが1944年に失脚し中国国民党の後忠信が小政府主席となった。中国国民党はソ連を仲介にして1944年以来天山山脈以北を 実行支配していた東トルキスタン共和国政権と交渉を行い、1947年に両者の合同による新共和商連合政府が発足した。新政権は1年で瓦解し、天山山脈以北は再び旧共和国政権の実行支配下に戻された。1949年に国境内戦が終結すると、 アフメトジャンカスイミライリの旧共和国系勢力とブルハンシャヒリラ小政府の国民党系勢力はそれぞれ中国共産党への合流を表明した。人民解放軍は1949年9月にウルムチに12月にはイリに進駐し、新疆省は中国共産党の支配下に入った。小政府主席には国民党のブルハンが留任した。 1955年には、新疆省に民族区域自治が適用され、新疆ウイグル自治区が成立した。省会は、敵科県、1933年に敵科市と会省に設置された。1913年、民国2年に1月に発布された、臨時大総統令により不周朝制度が廃止となり、新たに道県制が施行され、新大の行政区であった、陣進道。 伊東堂、赤津池堂、カシュガル堂の4堂が踏襲されたが、1914年、民国3年5月、敵華堂、伊里堂、赤津池堂、カシュガル道に改変された。1916年、民国五年6月、新たに登場堂が設置。1919年、民国八年6月に、アルタイ地区の新京商編入に伴い誤道が設置された。 1920年、民国9年、新京省南部を管轄する、赤津池る堂、カシュガル堂はその行政区域が広大であることより、新たに延期は道が設置された。1928年、民国17年に、道制は廃止されている。1930年10月、国民政府は、中央の定める、行政区域基準に合致している、検査を県に、 基準を達成していないものを設置局と定め5県、6設置局を設置し、その後の何度かの改変が続き、中華民国が実行支配権を喪失する直前には、新京省は一市78県3設置局を有していた。またこれ以外に、モンゴル機も管轄していた。1928年の中華民国内西部の統計では、 新疆省の総人口はおよそ255万人、宇宙イグル人が約70%、漢人が10%以下を占める人口構成となっていた。洋蔵神が新疆を支配した1920年代の中国内地は軍閥が拡挙する内戦状態となり、中央政府から新疆に交付されていた京、蝶、一種の補助金も打ち切られた。このため、洋造神は、 増税、紙幣増刷、農地開墾、大祖貿易振興等の経済財政改革を行い、中国内地からの経済的自立を図った。中でも、ソ連との間の農地区産物と工業製品のバーター貿易は、新疆商経済の生命線となり、大祖貿易の取扱額は、1927年には、中国内地向け取扱額の10倍にまで達した。新は、 関税収入の増進を目的にソ連政府と交渉して1881年の入り条約で定められた不平等条項を撤廃させるなど中央政府の頭越しに独自の外交交渉を行った。政治再生喧嘩においてもソ連との経済的な結びつきはさらに緊密となり1935年からは大規模な借款供与も行われた。その一方、 中国内地との往来に詐称が導入されるなど、中国内地との経済的関係は、疎遠になっていった。中華民国政府が台湾に移転した後、1950年4月11日には、新疆省政府主席に、ユルバスカーンを任命している。1971年7月27日に、死去後、公認は任命されなかった。 新疆に対する主権の象徴として1951年に台北市シーロ50日また31号に新疆省政府主席交所が設置され、さらに1971年には新疆省政府合図所へと改祖されるも実際に統治を行うことができないという状況のもと存在意義が薄まり、1992年1月16日に廃止された。中華民国。 台湾は2005年までに新教省の主権を主張する法令及び行政規則を全廃しており、現在新教省に関する行政機関を持たず、同省の領域に対して公式に領土主権の主張を行っていい。中華民国憲法はその領域について中華民国領土磯の固有の領域、中華民国の領土はその固有の領域によると規定するのみであることから、 具体的な領土の範囲は法令及び行政解釈によってるが、中華民国は実効支配を失った後も、新京省に関する法令及び行政規則を長年にわたって維持していた。例えば、上述のように、新京省政府主席を1971年まで任命していたほか、新京省の出先事務所である、新京省政府ごと、省1992年まで、 台北市に設置していた。また、中華民国の行政委員が日本の自治体コードに相当する中華民国各省、試験、市行政区域大は現在のを新協定の行政区域に割り当てていたが2005年の改定で新協定へのコード割り当てが廃止されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。